S 店長に彼女ができました。木更津っていうところにも行ってお買い物した。木更津も違うだね。アウトレットとかあるのかな。あ、そうそう、アウトレット行った。よく知ってんね。そうなんだね、アウトレットで買い物するのが楽しかった、うん、そう、楽しかった。よかった。千葉の海沿いの街は買い物も楽しめるんだね。そう、アウトレットはね、広くってね、いろんなお店がいっぱいあったよ。そうなんだね、うん、千葉のアウトレットはどこにあるの。ん、木更津ね。そうか、アウトレット木更津は何軒くらいお店があるの。何軒あるのかな、何十軒ってあると思うんだけど。おー、アウトレットで何か買ったの。いやー、あのね、僕は何も買わなかったんだけど。うん、そっかそっか、うん、一緒に行った人はね、洋服とか靴とか買ってたよ。だって俺もう61だよ。もう買わないでしょ。そっかそっか。61歳でそんなこと言うなんて、まだまだ若いよ。そうかな。うん、今の仕事も長くやってるもんね。まあちょっと長いね。今の仕事で一番楽しかったことは何だったの。楽しかったこと、楽しかったこと、やっぱりいろいろね、素敵な仲間と巡り会えて。おお、素敵な仲間と出会えたのは伊藤よしおさんが人を引きつける魅力があるからじゃないか。ちょっとこれ俺の名前になってる。